はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ゾルダータイムアタック使用する車は BMW M6 GT3 となっております。まあ、ここまでのタイムアタック企画でね、一番タイムが微妙なのが多分この M6GT3 です。過去3回タイムアタックやってますけどね、それぞれでまあ微妙なタイムしか記録できてません。もうちょっとね、うまい走り方があるのかもしれないんですけどね、今のところはまあいっぱいいっぱいってところなんですけど、まあこのゾルダーに持ってきたらどうだっていうところですよね。はい、じゃあそれでは本日も行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、BMW のね、M6GT3 タイムアタックの結果が1分30秒996。まあここもね、すごく近いところ来ましたよね。もうここまで来るとある意味笑えてきますよね。どれだけね、30秒9から31秒の間にね、その固まってんだって話ですからね。でこの M6 はね、アグレッシブセッティングのね、まあそのままがアンダーステア傾向のセッティングなんでね、まあそういう意味では乗りやすい方でしたね。ですけどまたここもなんか今一歩っていう感じで、まあうまくまとめられなかったかなと。まあどういう部分って言ったら他の車と同じですね、もうちょっとフロント入った方がいいかなっていう贅沢なんですよね。リアは落ち着いてくれてるけど、フロントの入りがちょっと悪いなっていう、そんな感じなんですよね。だからああいう S 字みたいなところとか結構って感じでしたね。あとはヘアピンのね、その一発目のこのステアリングの切ってる感じもね、やっぱちょっと外に逃げてく感じかなっていうのがあるんで、そういうところが難しいなっていうところがありました。はい、ってことでね、今回もまたこの超接近タイムになりましたけど、こうなってくるとね、最後までこのまま行っちゃうんじゃねえのかと思っちゃいますよね。ってことで、最後までご視聴ありがとうございました。